や石英千長は花崗岩といった岩石から構成されておりおよそ500キロ平方メートルの山海から形成されている山の周辺は海抜600メートルから700メートルの平野であり人口密集地域となっているムランジェさんはこの平野の中に急激な傾斜を持ってそそり立ち海抜1800から1900メートルである斜面の上には 盆地が形成されている。なお、山頂は、サピータピークと呼ばれる地点で標高が3002メートルであり、マラウイ国内及びアフリカ南中部における最高峰となっている。ムランジェ山の高い海抜やその地形学的構造から、この地域では11月から4月にかけて高い、高雨量が観測されるような独特の気候が見られる。この特徴的な気候により、 生物の高多様性が育まれ、希少種や固有種が数多く存在するユニークな生態系が発展している。ムランジェ3固有の植物であるウィドードリングトーニア、ホワイトアは激しい伐採により絶滅の危機にあるが、保護区内には貴重なこの植物が自生している。また、その他の植物や動物に関しても数多くの固有種が生息しており、具体的には ノドジロムジヒタキや、ムナジロムジヒタキなどの鳥類、様々な蝶、ミニマヒメカメレオン、ヤモリカ、トカゲカ、コガネガエルカの仲間のほか、手足を持たない珍しいバロイングスキンクなどが知られている。近年、ムランジェサン森林保護区の周囲の土地環境は、近年の人口の増加によって脅かされており、農地の開墾や焚きの採集を目的とした森の伐採や外来種である、 メキシカンパインやヒマラヤンラズベリーの侵食といった問題が生じている。ありがとうございます。